はい、えー。今回ですね、X サーバーの請求書の準備が届きましたというところで、えー、多分ね、こちら X サーバーを装った、うん、偽の請求だと思いますので、その闇を暴いていこうと思います。はい。まあ、ここ、これリンクですね。まあ、ここから請求しろみたいな、あの、リンクでお金払ってねっていう話なんですけども、ちょっと入れてみましょう。 で、まあ、こういうメールが来た時に確認しないといけないのがどこかっていうと、結構巧妙に作られてるんですよね。うん。で、まあ、ここの、まずリンクですね。こういうリンクを確認すると。リンクを確認してみると。でも、まあ、これリンクなってますね。まあ、たまにね、リンクなってないのもあるので、まあ、これはちゃんと作られてますね。で、えー、まあまあ、間違いなくここにはあ、情報は入れないようにするんだけども、えー と最初のページですね。で、えっ、ー、と、まあ、結構ね、あとみ、こういうところのチェックと、あとはメール、あの、URL ですね。URL を確認しましょうって話なんだけども、まあ、これがあーメール、まあ、この、まあ、ここの6.4018、まあ、これも、まあ、もう怪しいですよね。まあ、そもそもこ、この URL 怪しいよねみたいな話なんだけども、えっ、ー、と、このね、 えー、ここですね。ドメイン。このドメインで、このドメインで、打ってみると。はい。通常であるならば、X サーバー。じゃあ、この、んこれ多分、なんかこ、サブドメインなのかなこれ。まあ、普通、このトップページになるわけですよね。じゃあ、X サーバー行ってみましょうか。X サーバー。 X サーバーのドメインはどうなってるかっていうと、X サーバーのドメインをちょっと見てみましょうか。はい。まあ、こんな感じです。だから違いが、これちょっと切り、だから何が違うかっていうと、えー、っと、まあ、ここですね。多分これサブドメインかな。ここが、ないっすよね。うん。 まあこれがまあ本物の X サーバーのドメインですね。だからまあこういうメッセージが来たときに、まあ URL、まあ、うーん、まあ URL をクリックするだけでもなんか感染するっていうのもあるので、まああんまやらない方がいいんだけども、万が一クリックしてしまった場合確認す、まあまずはまあ入れなければとりあえず大丈夫なんで、こういうところにね、情報を入れなければとりあえずまあ大丈夫,ゃ大丈夫です。 ただ、クリックしただけでも、なんか感染するみたいな場合もあるっちゃある場合もあるので、まあそこはお気をつけくださいということです。だけど、なんだっていうね、まあよくこう、なんだ、払って支払えみたいな感じで、その煽ってくるので、わかんない人とかね、クリックしてわーみたいになっちゃうんで、まずは、あの、まあここのページに作られてるリンクを確認してみると。まあこれが一番簡単ですね。ただ、このページに関してはちゃんとリンクして作ってるんで、すごいですね。ちょっとこれも、 あのドメイン見てみましょうかこれねあのたまにね作ってないところもある業者さんもあるんでまあこれ全部同じサブドメインで作ってますね多分ねうん全部このドメインで作ってますねこのサ多分これこれサブあでもこ,うこれでとこのドメインで取ってんのかなまあいいや まあ通常がこれです。通常の X サーバーのドメインがこれと。で、全部この、これですね、うんはい。こんな感じでございます。だここをね、ちゃんと気をつけて。だから本家のドメインと見比べてみるっていうのが、まずまあ、 結構鉄板で。まあ、ドメインっていうのは基本的に1個しか所有できませんので、同じドメインっていうのは所有することが無理なんですよ。だから、これと xserver.ne.jp とこの同じドメインを取得することはまずできないので。うん。だから、その本家のドメインと見比べてみるっていうのが一番、まあ、あのー、ジャッジメントするのに、ま、いいかなっていうところですね。クリック先の。あ、まあ、これなんかは、あの、クリックしなくても、ドメインはもう記載されてるわけじゃないですか。 ね、これこ。これクリックしなくても、ドメインは記載されてるわけですから、これを調べればいいですよね、うん。ただ、テキストリンクになってる場合もありますので、テキストの中にリンクが組み込まれてたりとかもするので、その場合だとあれですけど、まあ、この場合はもう、これで見ただけで、ドメインで、この違いをね、判断することは可能です。だからこういうところを見ていただくと、こういうメールで、 その、なんか、クレジットカード情報を入れちゃうとかね、個人情報を入れちゃうっていうことは避けることができますので、まあ、こういうメールはね、た,たまによく来ますので、あの、なんだ、気をつけていただけばいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画はですね、X サーバーの架空請求メールについての闇を暴くというような、えー、動画でした。終わります。ありがとうございました。